にちは。おっちゃん劇場鬼のレクイエムにて取役で出演中の原田ゆりです。本日は私が質問にお答えいたします。まず自分の性格、一言で言いますとせっかちです。はい、次。役者になろうと思ったきっかけは、私は昔からアニメや漫画が大好きで、中学3年生の時に声優さんに、興味を持ったのがきっかけです。次、こち役のマレーさんから質問です。鶏肉料理で好きなものは何ですか？そうですね、東温市にあるカフェレストマーズさんのチキンカツですかね。はい、こちら私週1で行っております。はい、次は私からトースポ役の渡るさんへの質問です。好きな漫画は何ですか？こちらですね、私が漫画が大好きなのでこういった質問にさせていただきました。それでは渡るさん、ご回答お願